よう。よう。
介なモンスターなんですか？作りたい武器の参考にいろんな武器を見比べてみたいのよ。町まで行けばいろんなプレイヤーの装備を見られるでしょ。それも76層まで来た高レベルプレイヤーの。は使う側からの視点で武器を評価してほしいの。鍛冶屋の目と剣士の目が合わされば多角的な面から装備を評価できるでしょ。ブラしながらプレイヤー装備の拝見といきましょうか。そっか、ああいう感じの剣もありってことか。キリトとリズベットじゃねえか。二人で楽しくデートとは羨ましいね。連れ立って街を歩いてたら、そりゃデートってもんだよ。だからこれは。そうムキになるな。年頃の娘が毎日ハンマー振って青春を浪費するなんて悲しいじゃねえか。たまには青春を謳歌してもいいだろう。いやむしろこんな時だからこそ謳歌すべきなんだよな。だがキリト、若いのはいいことだけどよ、おめえアスナを泣かすなよ。
ケイト、あっちの店に行こう。そんじゃあな、たっぷり楽しめよ。いらっしゃい。ついさっき珍しいものが入ったんだ。よかったら買うかい？何よ、今はそれどころじゃ。よろしく、お任せするわ。この古文書だよ。秘伝の書？ちょっと見せて。武具を作る一族あり、一族の作る武具ことごとく優れ、その力は神のごとくなり。我ここに古より受け継ぎし、その武具の精錬方法を伝える。だってそうみたいね。まずは特別なアイテムを集める必要があるみたい。素材にレラチオン鉱石、炉に入れる聖なる豪華、火事に使うベルンドハンマー。それから最後に武器を使う相手とって、ここでページがちぎれちゃってる。鍛冶屋にとって設備はものすごい重要なの。
ードで武器を作ったりしたらどんなものが出来上がっちゃうんだろう。ありがとう、キリト。